フラヴィウス・リウィウス、セウェルス・セルペンティウスは、西ローマ皇帝である。ルカニア出身の元動委員議員であり、リウィウス・セウェルスは、西ローマ帝国末期の皇帝の一人となったが、実験は、マギステル・ミリトゥムのリキメルに握られており、何らの権力もなく、帝国を脅かす、諸問題の解決もできなかった。資料は彼を経験な信心深い人物であったと、述べている。歴史家、 エドワード・ギボンは彼の4年の知性とアンテミウスが即位するまでの死後2年ほどの期間を区別する必要のない空位の6年間と呼んだセウェルス三世とも呼ばれる460年時点の東西ローマ帝国456年にリキメル将軍とマヨリアヌス将軍がアウィトスミカドを排位し457年にマヨリアヌスが西ローマ皇帝に即位した マヨリアスミカドは意欲的に国政改革に取り組んで西ローマ帝国の立て直しを図り、さらにガリアのブルグンと族そしてヒスパニアの西ゴート族を打ち破り、彼らを再び服属させることに成功した。マヨリアスミカドは北アフリカを占拠するバンダル族を打つべくヒスパニアで 遠征艦隊の編成に着手するが、バンダル族の奇襲を受けて艦隊は出発する前に、焼け払われてしまった。バンダル族と不利な内容の和議を結んだ、マヨリアースミカドはイタリアへの帰還途中で、マギステルミリトムのリキメールに捕らえられ、461年8月7日に、リキメールはマヨリアースを殺害した。これにより西ローマ皇帝が不在となり、東ローマ皇帝レオ一世。 バンダルをガイセリックスしてリキメルとの間で西ローマ皇帝の座をめぐる争いが起こった。ローマ帝国は名目上はなお統一体であり、伝統的に東西のローマ皇帝には同僚となる他方のローマ皇帝を承認する権利があった。蛮族出身のリキメルは自身が皇帝になることはできなかったため、9月にしゆる弱体な皇帝を必要としていた。 バンダル王ガイセリックは455年のローマ略奪の際に、ウアレンティニアヌス3世の皇后リキニアエウドクシアと王女エウドキア、プラキディアの姉妹を連れ去っており、姉王女のエウドキアはバンダル王子フネリックと結婚させられ、これによりバンダル王家は皇族の縁石となり、ガイセリックは妹王女プラキディアと結婚したオリブリオスを皇帝候補として押した。 オリブリオスを選出させるために、ガイセリックはマヨリアーのミカ角と結んだ条約は、彼の死によって無効になったと称して、イタリアやシチリアを襲撃し、帝国に圧力をかけた。リキメルは施設を送って、ガイセリックに条約を遵守するよう求め、この一方、レオ一世も施設を派遣して、襲撃の中止と元皇后と王女姉妹の解放を要求した。 バンダル族の圧力にもかかわらず、リキメルは、オリブリオスを一個だにせず、元老院議員リウィウス、セウェルスを、西ローマ皇帝に据えることにした。リウィウス・セウェルスは、出自や経歴、人柄を伝える記録がほとんどない無名の人物だった。461年11月19日、ラベンナにおいて、リウィウス・セウェルスは皇帝に選出された。リウィウス・セウェルス帝はその治世中、 リキメル将軍の存在そしていくつかの属州が彼の即位を認めなかったことによる様々な問題に直面していた。リウィウス・セウェルス帝の明日・テのアス。理面にリキメルのモノグラムが刻印されている。リウィウス・セウェルス・テを擁立したのはリキメル将軍であり、実験は彼の手中にあった。リウィウス・セウェルス・テの名で発行された効果が存在しており、これには リキメルのものとみなされるモノグラムが刻印されている。これらの効果がリヴィウス・セウェルス・テイ、または時代のアンテミウス・ミカドの時代のものであるならば皇帝と共にその名が明刻されるという蛮足としては、先例のない名誉なことであった。リキメルによる支配が明白であったことは、同時代の歴史家、マルシェリノス・コメスの年代記からも伺え、464年2月6日に、 アラン族の王ベルグルがリキメルに敗れて死んだ。サイの記録はアラン王、ベルグルはリキメル王によって殺されたとリキメル王,王と呼んでいる。460年初めの西ローマ帝国はいくつかの属州をもはや名目的にでも支配していなかった。ブリタンニアは放棄されており、アフリカ属州はバンダル族に征服され、ヒスパニアは同盟部族の名の下ではあるが、 西豪都族に占領されていた。これに加えて、いくつかの属州の統治者たちが、リヴィウスセウエルステを認めず、彼の領域はさらに狭まられていた。ガリアを支配する、アエギリウス将軍とイリュリクムに拡挙する、マルケリヌス将軍は亡きマヨリアヌスミカドの支持者であり、リヴィウスセウエルステの選出を認めようとしなかった。東ローマ皇帝レオ一世はリ、リヴスセウルステを承認せず、 東ローマ帝国に属するマルケリヌスコムスやヨルダネスによる資料は彼をせ、もっとも東西両帝国は完全に断絶していたわけでもなく、強大な軍隊を要するマルケリヌスがイタリアへ侵攻することを恐れたリウィウス・セウェルス帝は、レオ一世に援助を求め、東ローマ皇帝は、フィラルコスをマルケリヌスの元へ派遣し、攻撃を思いとどまらせている。このエピソードは、イリュリクムが、 西帝国から東帝国の勢力圏に移ったという点で重要である。また、伝統的に一名の執政官は自らの宮廷から選出するが、もう一人はもう一方の宮廷が指名したものを受け入れることになっていた。東帝国の承認なく即位したリウィウス・セウェルス帝は、知性の初年には皇帝が執政官に就任する慣例に従い462年に、 単独執政官に選任され、その翌年には有力な言動委員議員で、イタリア民政総督を務めたカエシーナデキウス、バシリウスを執政官に選任したが、464年から465年の任期は、東帝国が指名した2名の執政官を受け入れており、カズトは皇帝候補だったオリブリオスであった。 北ガリアのソアソンを本拠に拡挙するアエギデウスの存在に対抗すべくリウィウス・セウェルステはアグリピノスをガリア軍区司令官職に任命してアエギデウスに代わるガリアの公的な統治者とさせている。先帝マヨリアヌスの時代アグリピノスは反逆の罪でアエギデウスから告発されており有罪とされ死刑を宣告されたがおそらくはリキメルの差し金により 恩社を受け、以降、アグリッピーヌスは、リキメルに組みして、アエギデウスと反目した。アグリッピーヌスは、西ゴート族の援助を頼み、アエギデウスそして、彼を支持する、フランク王キルデリク一世と抗争を行った。支援の見返りに、西ゴート族は、リウィビウスセワエルステーからナルボンヌを割譲されており、西ゴート族が海への出口を手に入れるとともに、 アエニデウスの勢力圏と帝国のその他の領域とを分断する形となった。リウウス・セウエルス帝の数少ない公的活動の一つとして464年のアルーアンデスのガリアミン製相任命名がある。リウウス・セウエルス帝の没後の468年に彼は西元に対してアンテミウス・ミカドに背くよう、リウィウス・セウエルス帝は事実上、イタリアしか統治しておらず、 465年にアエギデウスが死去した後でさえ、ガリアの支配権は、ごく短期間戻っただけであった。少数発行されたアレラーテ中造の効果は、この一時的な支配回復の時期のものであろう。ソワソン管区と呼ばれる北ガリアは、アエギデウスの後継者のシアグリウスが、帝国から事実上独立した形で、西ローマ帝国の滅亡後の486年まで、 存続している。リウィウスセウエルステの治世においても、バンダル族は襲撃を続けていた。ガイセリックは、息子の妻となったエイドキアに譲られるべき、ウアレンティニアヌス三世の遺産を受け取っていない不満を持って、これを正当化しており、その一方で、彼はなお、オリブリオスを西ローマ皇帝につけることを望んでいた。バンダル族の襲撃は、 元老院議員をはじめとするイタリアの地主階層に打撃を与えていた。イタリア貴族の一部はガイセリックとの和解を皇帝に約束させた。パトリキのタティアンをバンダルをガイセリックの元へ送ったが、ガイセリックは和平提案を拒否した。リウィウス・セウエルステイは465年に死去した。死因は明確ではなく、リキメルに殺害されたとする資料もあるが、疑問視されている。 死亡年に関しても遺説があり、6世紀の歴史家、ヨルダネスは著作、ゲタカにおいて、リヴィウスセウエルステイの治世はわずか3年であったと、している。死亡日については、ファスティ・ビンド・オボネンセス・プライアスが8月15日と、記録しているが、リヴィウスセウエルステイの名で出された9月25日付の、法令が現存しており、彼はこの日以降に死去したのか、この法律が死後に、 彼の名義で発布されたものなのかは明らかでない。死因については6世紀のカッシオドルスの年代記は、リウィウス・セウエルステは宮廷において、リキメルによって毒殺されたとしているが、同時代の詩人シュドニウス・アポリナリスのリウィウス・セウエルステの死の3年後の書簡では、皇帝は自然死したと述べている。現代の歴史家によれば、リウィウス・セウエルステの存在が、 東ローマ皇帝レオ一世との和解の障害にならない限り、リキメルには従順な区物であった、彼を殺害する理由はなかったとしている。リウィウスセウェルス帝の死後、リキメルはおよそ2年間皇帝を置かずに西ローマ帝国を支配し、467年に東ローマ皇帝レオ一世が指名したアンテミウスを西ローマ皇帝に迎えた。第2名のフラビスは、 エジプトに現存しているパピルス古文書による。ハイパームナマアンデンディフンサーシビタタス、エンサルテンド大セチオベノーラムサイトンザイネス、バーハフテイトンシュルドナーズ、461第3名の、セルピンティアスは、クローニカパスキャレイ及びティファニースコンヘソルによる。キャシャドーレス、クロニクル、クローニカガリカオブ511、 636ラターキアラス・インペラトレム AB ギボン1996 p 三318松原国史西洋古典学辞典京都大学学術出版会2010年 ISBN 978から48億7698万9256セウェールスリービウスブリタニカ国際大百科辞典、第2版 TBS ブリタニカ 1993年、ローマ市 ABCDEFG マッソーザン、ラルフ、リービウスセブルス。で、インペラターラーボスレマーニズ。2012年10月5日、閲覧。T. ファニース、クローネグラフィア、AM5955、クローニカガリカオブ511、636、首都主人と、貴族リキメルの祝福と共にと刻印されている。原文。 サルビス DDNN イパトリシオリシミールシル X 8072原文ビロガーレックスアレノーラムエリシュミールレゲオクシディターマーセレーナスカムズクロニクル SA464 マーセレーナスクロニクル SA465 ジョーデイニツロマーナ336アルーアンドスコトバンク世界大百科事典第2版 2012年10月10日閲覧。ギボン 1996P322 リビウスセウェルスコトバンク。世界大百科事典第2版、2012年10月10日閲覧。ジョーデイニツ、ゲタカ236キャシャドーレス、クロニクルズ SA465 サドニアスアパロナリス、カルミナ2317318オフリン、ジョンマイケル、 ジェンナーリシモス・オブザ・ウェスタン・ロマン・エンパイアー、ユニバーシティ・オブ・ワルベルタ、1983、ISBN 0-888640315-PP111114。ありがとうございます。